こんにちは。さあ、整備学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょうということでですね、本日はですね、なんと整備学園チャンネル史上初でございます。初めて一人で YouTube 撮っております。はい、いよいよこんな日が来るとは思わなかったです。もう本当にね、ヒカキンとか、もうはじめ社長になった気持ちでございます。はい、ただですね、僕これどうしてもやりたかった企画なんですよね。学園長にいろいろこう質問してみたみたいなこの企画なんですけど、今日はね、たくさん整備学園の問い合わせにですね、質問が生徒たちからもそうだし、保護者からもそうだし、これから、入学してくれる生徒たちからも結構質問が来るんですよ、僕に。なので、答えていこうかなと思っておりますので、こう僕のね、この人生、もう600年ぐらい経つんですけど、もう人生が始まって、もう江戸時代から生きてるんで、まあ人生600年ぐらいかな。まあその中での、ちょっと僕自身のこの経験をね、答えられることを全部答えていこうかなと思いますので、ぜひ皆さん、最後まで見ていただければなと思いますし、これがですね、再生回数が回れば、第3弾とか第4弾ありますよ。これ皆さんの力を借りたい。僕はね、皆さんの力を借りないと何もできないので、ぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。整備学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。整備学園チャンネル。はい、じゃあ早速ですね、学園長に聞いてみた、スタートしていきたいと思います。じゃあまず一つ目のですね、お悩み事はですね、コミュニケーションが苦手ですと。学園長みたいにうまく話すにはどうしたらいいんですかっていうことでですね、もう僕がうまく話せること知ってるってことは生徒ですね。はい、ありがとうございます、質問。まあコミュニケーションっていうのは、まあ本当に当然得意な人と苦手な人っていると思うんですけど、まあ僕はね、得意になった方なんですね。で、僕はもう全然喋れなかったです、人と。誰も信じてくれないんですけど、何が自分自身を変えたかっていうと、やっぱり話さないといけない現場が多くなったっていうところですよね。この立場っていう部分もこううまく活用させてもらったし、こう自分の言いたいことをしっかり伝えるっていうことが、こう大事な仕事になったので、やっぱそれで最初はたくさん場数を踏みました。これ自分が言ったことによってなんか笑われたりとかね、されたこともあったと思うんですけど、でもだんだんやっぱこう自分が伝えることによって、どんどん言葉にこう責任が出てきたりとか、言葉にですね、信頼性が増してきたというか、まあそういう形になってきたんですね。で、なると何が起きたかっていうと、コミュニケーションを取るのが苦手じゃなくなったんですね。なので最初は苦手だと思うし、友達同士のコミュニケーションが苦手っていうのであれば、まずはね、先生たちとコミュニケーションを取るっていうところはすごく大事じゃないかな。先生はですね、やっぱりこう全てこう受け入れてくれると思いますし、まずは先生に話すっていうところからどんどん広げてって、友達に話していくっていうところとか、バイトを始めたりとかってなったら、バイト先でもこう話せるようになったりとか、そこでね、自分の殻を破るいいきっかけを作れればいいんじゃないかなと思いますね。なので当たって砕けろですよ。はい、もう自分の殻をね、破ってって、今日はこのことを喋ろうとか、本当にこう小さなことでも全然大丈夫ですので、一歩ずつこう踏んでいくのがやっぱすごく大事じゃないかなと思いますので、ぜひコミュニケーションが苦手っていうところですね、克服してもらってですね、いずれはね、もう何年後かにうまく喋れるようになりたいで全然大丈夫なんですよ。明日うまくなりたいとかじゃなくて、もう10年後20年後で全然大丈夫だと思いますし、実際に僕も喋るの苦手だったんで、もう今はね、もう何でももうベラベラ喋れるようになっちゃったんですけど、最初はもうそうだったんで、ぜひ皆さん苦手なことをね、克服すると本当にいいことありますし、自分自身も自信が持てるんで、ぜひ挑戦してみてください。整備学園チャンネル。お悩み相談2つ目はですね、行事に向けて楽器の練習をしていますが、これはね、完全にラブミュージックですね。ラブミュージックっていう整備学園のイベントがあるんですけど、まあ、それに向けて練習をしてるんですね。はい、でモチベーションが保てない、で練習する気にならない日がありますと。でモチベーションを維持するためにはどうしたらいいですか。これはありますね。まあ僕自身もね、プライベートでドラムですね、ドラムをやってるんですけど、モチベーションを保つっていうことはこうプロのミュージシャンでも難しいです。ただプロのミュージシャンが何をしているかっていうと、もうそのモチベーションとか関係なく、自分がじゃあこの時間は楽器を弾くんだ、まあギターだったらギター、まあ、この1時間30分をギターを弾くんだっていう、もう1日のルーティンの中に入れてるんですね。だからもう朝歯磨くのと一緒ですよ。もう歯磨いて朝ご飯食べて学校行ってきますと同じように、もうこのギターの練習とかドラムの練習っていうのを日々のルーティンの中に入れてる。3時から3時半はドラムの練習をしようとか、そういった部分でこうモチベーションっていう概念もあるんですけど、もう自分のルーティンにしちゃってるから日々続けられて、結果的に音楽っていうところで成果が出るような
形になってるんですね。なので1日のねスケジュールを作るっていうことがすごく大事で、朝起きた時から夜寝るまでっていうところのスケジュールをしっかり自分で立てて、その中に何時から何時までは楽器の練習をするってなると、こうモチベーションっていうのは関係なくですね上手くなります。さらにですね、このモチベーションっていうところ、モチベーションを上げたいとかモチベーションを保ちたいっていうんだったら、自分の好きなアーティストをねたくさん聴く、音楽に触れるっていうところで、それを触れた時に俺がこういう風に弾けるようになったらかっこいいよなとか可愛いよなとか、そういう部分のこう自分の成功体験をイメージするとモチベーションって上がります。はい、これできなかったらどうしようとか、これ失敗したらどうしようっていうと、やっぱこう負のモチベーションになっちゃうので、できるできないは関係なく自分の成功したイメージを持ってやることが大事だと思いますので、モチベーションに関してはそれを意識してやってもらいたいなと思いますので、ぜひ参考にしてください。整備学園グループ2023年度新機構開校いたします。まずは千葉県整備学園市川校、栃木県整備学園栃木校、整備学園宇都宮校、そして神奈川県整備学園横須賀校、整備学園茅ヶ崎校、整備学園秦野校。はい、この学校説明会、そしてですね個別相談会随時、行っております。新機構でぜひこの概要欄から、お問い合わせください。皆さんの、お問い合わせ、そして学校説明会でお会いできるのを楽しみにします。皆さんよろしくお願いします。整備学園チャンネル。はい、じゃあですね次がですね最後のお悩み相談ですね。落ち込んだ時どうしてますか。落ち込んだ時か、まあ今で言ったら結構毎日落ち込んでますよ僕。だから結構一日一日でうわこれいや失敗したみたいな、落ち込むわって結構ね一緒に働いてるメンバー聞いてると思うんだよね俺が。うわ落ち込むわみたいなこと言ってるのもあるんですけど、これ多分高校生がね質問してくれたと思うので、まあ僕が高校生の時を振り返ると、やっぱり振られた時だよね、大きく落ち込んだのね、振られた時もうね、先が見えないって振られた時はね落ち込んじゃいましたよ。まあその時はね何してたかっていうのはね鮮明に覚えてるんだけど、友達に相談したねで友達のいい言葉だけ吸い取ってた、いい言葉だけ吸い取ってなんかモチベーション上げてたような気がする。うん、であとよく寝てたね寝て忘れられるタイプだったんで僕は、だからもう次の日にはよしじゃあもう切り替えようみたいな、気持ちの切り替えが大事で、でやっぱり今は自分がやりたい目的とかいろんなことがあるから、まあ、落ち込んでもよしじゃあ切り替えて頑張ろうってすぐなれるけど、その当時はね全然なれなかったからめちゃめちゃ気持ちわかるけど、でも俺はね友達にめちゃくちゃ頼ってた、友達とか先生にも頼ってたかな、いろんな話を聞いてもらった、なんかこう素直に自分がこうなってしまったことっていうところを、まあ、話せる範囲でいいんだけど話してた記憶があるな、なんか先生から結構なんかもう落ち込むなみたいな感じで、俺はそれで大丈夫だったかなと思うんですけど、でもやっぱ落ち込んでる時っていうのはやっぱりこう人に頼るっていうのがすごく大事だと思いますし、今も変わってないかなと思います。はい、結局僕自身も今の現段階の自分自身も落ち込んだ時っていうのは人に話してるかな。でやっぱりどんどん年齢が上がってくると、やっぱりこう受け入れてくれる人たちもすごく多いから、その人たちの経験してる量も全然違うから、あ、だから結構大人に相談するのいいかもしれないですよ。はい、なので皆さんぜひですね落ち込んだ時はとことん落ち込むのも大事ですし、よく寝るっていうことも大事ですけど、人に話すっていうところで、それで自分が悪かったのか、相手が悪かったのかっていうところは置いといて、自分にプラスになることだけも吸収してテンション上げる、これにかける、それをしてください。はい、はい、ということですね、本日の動画はですね学園長に聞いてみようということでですね、相談に今回はピックアップしてですね3つだけ答えさせていただきました。まあ、僕自身はこの企画ちょっとシリーズ化したいんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、僕が今までの経験上の話で正解をもし与えられたとするじゃないですか、動画でお話しさせていただくっていうことで何十人もそれで悩んでる人、何百人いるかもしれないですよ。はい、の人たちがこの僕の答えがハマって、あ、そういうことでいいんだみたいな、ネガティブに捉えてた部分をポジティブに捉えようとか、そういった部分で一つの皆さんが悩んでたことが10人100人1000人にね響くかもしれないし、そこに対して僕はいろいろこうアクションを起こしていきたいなと言い続ければね叶うと思いますので、ぜひ皆さんこれをシリーズ化したいので、そのためには再生回数が必要だということでですね、これを拡散していただければなと
思います。ということですね、本日の整備学園チャンネルは以上になります。この動画が良かったらまずはグッドボタン、そしてですねチャンネル登録を押してもらってベルのマークをポチッと押してください。そして整備学園グループ各種 SNS やっておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。